聞かせるトレーニングセミナー行きます。今日新しく入ったチン&ディップスですね。私あんまりこういうマシンは使わないんですけども、来たら良かったですね。これね、メンバーさんもお気に入りで、ディップスもとかチンニングもアシストがあると揺れないからですね。よく懸垂ができない人はなぜできないかっていうと、体幹が安定してないんですね。ふらつくでしょ。ふらつきさえなくなったらある程度できるんですけどね。その辺はやっぱり体幹の使い方っていうか運動神経もあるかもしれませんけどね。慣れれば懸垂とかディップスなんかはできるんですけども、まあ、ディップスの方がちょっと難しいですかね。ちょっと下まで下げる。学校とかの椅子でやってましたよね、こういうのね。あれができない人はできないんですけど、あれはやっぱ腹筋で、まあ、腹筋を中心にした体幹でこう止めなきゃダメですからね。揺れてたらなかなかできないんですよね。これは片手懸垂をやりたいって人がいて、やっぱ片手で持つとこう揺れてしまうんですよね。これが揺れなくなると片手懸垂ができる可能性があるっていうわけですね。筋力的には、まあ、私なんかもできてもいいと思うんですけど、やっぱり揺れるからですね。それは学習ですよね。やっぱり片手懸垂の練習をして体幹が安定したら片手懸垂ができるようになるっていう感じですよね。まあアシスト式のやつだったらブレが少ないからすごくやりやすいですね。普通は反対向いてやるんですけども、これが効くっていう感じで、まあこんな感じでやったら効きますね。ここに膝とか乗せるんですけども、ちょっとこんな感じですね。グッとですね、ちょっとだけアシストしてやる感じですね。で、前に落ちるからこれ大胸筋がものすごく伸びるんですよね。グッとグッとですね。で、これ左右にもかけれるっていうところがいいですね。って感じですね。で、大胸筋の伸びが前傾すると厳しくなるってことですね。まあ、逆向いてやるのがオーソドックスなんですけどね。こういう使い方もあるって感じで、いろいろ考えるのがいいですよね。まあ、LBGM で新しいマシンが来たらメンバーさんが考えますからね。こういう使い方がいいですよねみたいな感じで言ってくださると嬉しいですよね。まあアシスト式のディップスと普通のディップスは全く別種目として考えるべきですね。で、こっち向いてやるディップスと反対向いて やるディップスも別種目ですね。同じことではないからですね。意識によって変わるし、その人のやり方によって変わりますからね。早くやり方もあるでしょうけども、それはもう聞かせるトレーニングとは全く違いますからですね。最後にチーティング使うとかいうのもありですけども、まあ、アシストがあるから逆にゆっくりできるんですよね。だから、自分はアシストは嫌いだっていう方もいらっしゃるんですけどね。普通に懸垂とかディップスができるから、そうではなく別種目として考えて、やるといいっていうのが、まあ、LB ジムの効かせるトレーニングですね。今日は脱いでカットがちょっと出るかなと思ったんですけどね、なかなかね、まだまだ痩せないといけないって感じですね。まあ、効かせるトレーニングといたしましてはですね、まあ、同じ、マシンを使っても使い方によって全く違うってことですね。これが非常に大事ですね。